ラストラン特急北越10号ご利用くださいましてありがとうございました。あと5分のご乗車で終点金沢です。お出口は左側2番乗り場に着きます。到着の際列車が少々揺れます。お足元ご注意ください。終点金沢から乗り換えをご案内いたします。小松福井方面特急白坂24号福井行きは22時29分着きましたホーム向かい側1番乗り場です。この先松任三河方面普通小松行きは22時ちょうど階段渡り5番乗り場です。時間が少々過ぎておりますがこの北越号の到着を待って発車いたします。北越号のラストランまであと4分となりました。ただいまからラストランのご挨拶をさせていただきます。ご存知の通り明日から北陸新幹線開業に伴うダイヤ改正により北越号は姿を消すこととなります。私事ではございますが北越号に初乗務してから29年の月日が流れました。今思うと中越地震その後の中越沖地震により長い期間にわたり北越号の運転の取りやめが続き今後北越号はどうなるのかと心配した日々また毎年やってくる冬に入ると除雪が追いつかないドカ雪に遭遇して長時間にわたり運転見合わせとなりお客様と一夜を共にした日々が思い出されます。自然災害が多い区間を走る北越号なのでご利用のお客様の足が遠のくのではないかと心配の日々もございました。しかし北越号は金沢新潟間の日本海側の主要都市を結ぶ特急列車として大きな使命を果たしてくれました。また4パー合計の昭和レトロの特急電車として幅広い層から支持をいただき多くのお客様から愛され最後まで走り抜くことができました。北越号に携わる JR 西日本及び JR 東日本の乗務員を代表しましてお客様にお礼を申し上げます。皆様方長い間ありがとうございました。そして半世紀を走り務めた北越号ご苦労様でした。明日からは北陸新幹線とともに上越妙高駅から新潟を新たに結ぶ特急白雪号が運転を開始しますので引き続きご利用お待ちしております。皆様今日はラストラン特急北越10号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく金沢です。